キア E991 系機動車は東日本旅客鉄道と鉄道総合技術研究所が共同開発した試験用鉄道車両である NE トレイン、NE トレインスマート電池群の愛称を持ちハイブリッド機動車燃料電池ハイブリッド車両蓄電池電車として試験を行った東日本旅客鉄道は鉄道総合技術研究所と共同で2003年 シリーズ方式のハイブリッド機動車機 i 九9 1型を試作した。システム的には電気式機動車に大容量の蓄電池を設けた構造である。発進、加速、途半などの高負荷時には発電機と蓄電池の電力を併用し、減速、制動時にはモーターから回生させた電力を蓄電池に充電することでエンジンの負荷を抑え、 燃費節減や排出ガス削減を図っている。従来の機動車では不可能だった走行エネルギーの回収、再利用を実現したという点で画期的な車両である。蓄電池は容量1 0アワーのものを屋根状に搭載し、万眼ンン系の正極を使ったリチウムイオン二次電池を採用したことも特徴である。発電用エンジンは出力3 3 1ットに 100rpm の国際的な鉄道の排出ガス規制に対応したもので、発電機は 180kW の参照、誘導発電機 DM927 である。電気品は E231 系のものをベースにした日立製作所製であり、主電動機は MT73 に電圧変更対応を施した 95kW の MT936。 主変換装置も E231 系の VVVF インバータ制御装置をベースに DC340V のインバータコンバータとした CT905 で、この制御装置部が蓄電池、エンジンも制御するハイブリッドシステム統括制御装置となっている。台車は軽量ボルスタレス式空気バネ台車の DT959、TR918 で、 これも E231 系のものをベースとしている。車体は701系、E127 系100番台に類似したステンレス製、両開きに扉げ、単行運転が可能な両運転台車となっている。基本的には、駅停車時や低速走行時にはエンジンを極力停止させることとし、蓄電池で発車後時速 25km でエンジンが始動する。 この時は、エンジンは最高効率域での発電となり、蓄電池からの電力も合わせて使用するが、長い上り坂などではエンジンを最高出力で発電させ、エンジン発電のみで走行する。ブレーキは改正、発電併用電気指令式空気ブレーキで、改正時は、主電動機の発電で蓄電池を充電するが、そもそも即時は、エンジンの排気ブレーキも使用される。その場合、 主発電気をモーターとして作動させ、燃料噴射を停止して排気ブレーキを作動させたディーゼルエンジンを強制的に回すことで走行用モーターに対する抵抗器としての役割を持たせる。キア e 9 9 1型は小型高出力、ディーゼルエンジン、ステンレス製の軽量車体、効率的なパワーエレクトロニクスという有利な条件を区備しているが、エネルギー消費については、 自動車のハイブリッド車同様、長い上り勾配がある線区では、重量が大きいためかえって燃費が悪くなる場合があり、その経済性は運用線区、運行条件により相当に変化すると見られる。キア E991 型による試験の後、JR 東日本によって、世界初の営業用ハイブリッド機動車キハイ、e、E200 型が製造されることになり、2007年夏より、 小海線に3両を投入し、営業運転を行いながら、長期試験を行っている。これらと E231 系電車の開発、導入によって、JR 東日本は、省エネ車両の継続的導入と、世界初のハイブリッド鉄道車両の開発、導入という理由により、第16回地球環境大賞の文部、科学大臣賞を受賞した。電気式機動車の一種である、 シリーズ式ハイブリッドを採用した理由の一つには将来の燃料電池動車の導入があった。2006年4月に同年7月以降水素燃料による燃料電池を搭載して試験を実施することが発表され、キアイ、e、9 9 1型は2008年に燃料電池ハイブリッド車両に改造された。同時に、 形式称号も E995 系電車クモや E995 型に改称されたが、相性はハイブリッド機動車時代と変わらず NE トレインとした。試験はほどなくして終了したが、およそ10年後の2019年には同様のシステムを搭載し、航続距離の延長などを行った試験車用 FVE991 系の製作が発表され、 2021年度の落成が予定されている。燃料電池駆動のためパンタグラフはなかったが、2009年に蓄電池駆動電車システム試験車両として再改造されパンタグラフを搭載し、愛称も NE トレーンスマート電池くんと改められた。電革管は通常の電車として走行しながら充電し、非電革管は電革管や駅停車中に充電した電力をもとに、 蓄電池駆動で走行するもので将来への実用化に向けた研究試験が実施された。2014年3月15日のダイヤ改正から本形式を実用化した EVE301 系電車一編成がカラス山線で運用を開始した。ハイブリッド起動車時代は宇都宮運転所に所属し2007年3月に一旦廃車となった。燃料電池動車への改造後は 長野総合車両センター、蓄電池駆動車に改造された後は小山車両センターに所属し、周辺の各路線で各種試験を行った。車席は2010年2月に復活した。試験終了後は所属先の小山車両センターに長らく留置されていたが、2019年12月18日に廃車のため長野総合車両センターへ改装され、 同年12月19日付で廃車2020年2月19日に解体された。参考までに日本ではないが営業用でないハイブリッド機動車では2000年にアルストムなどが製作したドイツ鉄道の618型機動車コラディアリレックスの事例が存在する。こちらは電池ではなくフライホイールにエネルギーを蓄えるシステムである。 また、燃料電池の搭載も可能としている。2000年に開催された、鉄道技術見本市イノトランスで、実車が出展された。ディーゼルハイブリッド車両の開発日本機械学会誌2008年4月、ボリューム 111P331、営業車として、世界初のハイブリッド鉄道車両の導入からキハイ200形式 JR 東日本プレスリリース。 世界初の燃料電池ハイブリッド鉄道車両の開発 JR 東日本プレスリリース JR 東日本に新型の燃料電池式ハイブリッド車世界初700気圧の高圧水素を用いる FVE-991K2021 年度内に落成レスポンス2020年7月16日閲覧公有者鉄道ファン鉄道ニュース 雲屋い995から1が、長野総合車両センターへ JRR 編、JR 電車編成表2020夏 JRR、交通新聞社、2020年、P358。ISBN9 兆7843億3 5万201。ありがとうございます。